皆さん、アンバサー、私です。今日は、ちょっと報告があります。私と、私のちょっとした知り合いの、ボルボと、ゲイボーイ山田に関する内容になります。まずボルボについてなんですが、実は、婚約しました。以前から、付き合ってた彼女とめでたくゴールイン。バイクに乗れなくなるけど、仕方ないね。次に、ゲイボーイ山田についても報告があります。実は、子供ができました。以前、私の動画にも出てきた、ミキスギーちゃんと、お付き合いをしていた、ゲイボーイ山田、ボルボの婚約発表後すぐに、ミキスギーちゃんの、妊娠が発覚。彼はこの後、ミキスギーちゃん家に、娘さんをください。手土下座しに行くイベントが発生する予定だよ。できちゃったんを、娘くれんを。最後に、私も報告があります。もう前の二人の内容から、わかっちゃったと思うけど、一応報告しておくね。実は、私、この度、オンロードバイクを買いました。以上が、私たち三人の報告になります。ちなみに、ちょっとした知り合いたちは、私の報告内容について、一切知らせていないので、この動画を見て初めて知ることになるでしょう。それでは、終わりになります。アンバサー。